はい、皆さんこんにちは。今シンガポール滞在中ですけどもね、今日は iPhone XS Max を、ね、使ってですね、搭載された eSIM を使ったこのデュアル SIM をね、これね体験したいと思います。シンガポールでは M1 という会社がですね対応しているようでですね、まあ、こちらのページを見てですね、まあ、ちょっとね試してみたいと思っております。はい、それではですね、でこちらね M1 っていう、まあ、現地のね、まあ、ローカルのネットワーク会社のねホームページを見ているんですけどね、で、まあ、確かにねこのセッティングの仕方とかいろいろ出ていたんですけどね、ところがねよく読んでいくとね残念な記載がありましてね、それがですねこのプリペイドの SIM カードのねプランでは、まあ、使えますかっていうところにね残念ながら使えませんって書いてるんですよね。だからまあこれ旅行者なんかはねプリペイドになると思うんで、ちょっとね無理な感じなんですよね。でそれでねシンガポール無理なんで、この、まあ、結局ねグローバルなサービスプロバイダーを使うしかないということでね、まあこれ2社ありますね、ギグスカイと、まあ、これね、トゥルーフォーンっていうね会社なんですけども、でリンクをたどるとね、確かにねこれギグスカイはこれアプリを入れろって書いてましてですね、それでお値段どのぐらいかっていうとねこんな感じで、まあやっぱね500MB に、15ドルか US、 これ結構ね高いですよね15日間。でトゥルフォンの方もねこれアプリを入れて設定しろって書いてあるんですけど、でこれもねお値段の方をねチェックすると下の方にね、ありましてね、まあ、これデュアルSIM使えますって書いてますけど、値段はねやっぱこれイギリスの会社なのかな、これ1ギガ30日で15ポンドって書いてます。これも高いですよね。はい、それではねまずトゥルフォーンの方からね試したいと思います。ハンドオフでテンスマックスにね飛ばしたこのホームページからですねアプリをね入手っていうのを押してですね、でアップストアにね飛ばされたわけですが、残念ながらねこんな表示が出ちゃいましてね、まあ、これ現在お住まいの国または地域では使えないってことでね、まあ、つまりねこれ日本のアカウントでは使えないってことなんですよね。でしょうがないんでねギグスカイの方を試してみたいと思います。でこれも同じくハンドオフで飛ばしたので、アップストアにね入りましたね。これはね大丈夫っぽいですね、入手できるんで、まあ、これ日本のアカウントですけどねアップストアので、入手をしてですね、まあ、アプリのダウンロードをね行いたいと思います。でダウンロードインストールがですね完了したんで開いてみました。でまあその先ですね、まあ何かね、まあこれ位置情報なんかをね許可したりしてですね、でまあ進むわけですけども、まあ、ちなみにねこれ Wi-Fi オフだとね使えないアプリなんでね、まあ、これ自体はねまあインストールもそうですが、まあ、これね Wi-Fi など通信環境が必要になってきます。でその先ね少し待たされまして、で進んでいくとね出てきました、これ料金プランですね。でまあ今いる地域になったプランをねまあ紹介してくれるわけですが、まあやっぱりね結構高いですよねこれ。まあ日本円でね出てきますが、まあ現実的に使えそうなのだとね15日の500メガとかなんでしょうけども、まあ、1日300メガとか1200円はちょっと高い。でまあ対象のね国はねこんな感じで、まあアジアパシフィックをね中心とした、まあ、国がね、記載されていましたけどもね、まあそれでね仕方ないんでね500メガ15日っていう1800円のプランをね購入してみることにしました。でそうするとねアカウントを作れってね初めての場合は出てくるんで、まあこれねアカウントを作成してですね、でその先ですね、クレジットカードのね登録をしないといけないんで、まあこれで、まあ、ご自身のねカードの登録をねするという感じですよね。必要事項を入れて保存を押すとですね、まあ、そうすると最終確認のですね、まあ、このデータ購入の画面がね出てくるんでデータ購入というのをね、押しました。はい、でそうするとねまあこれ支払い処理をして、その後セルラープランが有効化されますということでですね、でその先ですね、まあ、これ結構待たされるんですけどね、まあ、こんなねガイダンスが出て、まあ要するにその先に出てくる時の、まあ、設定の仕方が書いてあるんですよね、まあ、これデフォルトラインにセルラーデータのみを選択してくださいってね出ているんですけどね、まあ、このようにやればいいんでしょうね。
で、このラベルをコピーして続行というのを押すとですね、まあ、このようにね、次モバイル通信プランのインストールっていうのが出ますから、続けるボタンを押します。はい。でこれでしばらく待っているとですね、まあ、こんな感じで、今度はモバイル通信プランを追加っていうのが出るんで、まあそうするとね、ここでなんか名称変えられるみたいですけど、デフォルトでは主回線副回線って出てますよね。で続けるを押すとね、さっきね選べって画面のやつがね出てきたんで、で副回線をモバイルデータ通信のみにしようというのをね選ぶんですね。これまああのギグスカイはねデータ通信のみのプランみたいですよね。でこれちょっとね分かりにくいんですけども、まあ、音声付きのね契約プランであればですね、まあ、この同時にですね2回線の電話と SMS が利用できるようになるというね、まあ、そんなことのようで、まあ、今回はねデータのみなんでね、まあ、一番下のを選んだという感じです。でそんな感じでこの続けるをね押しますと、そうするとねこの画面になってね、その先進まなかったんでこれでね終了みたいなんで、Wi-Fi をねオフにしてみますね。まあ、そうしないとねこの LTE がね、まあ、このデータ通信が確認できないですからね。でとりあえずこの Wi-Fi をねオフにして、で状態を見るとしますと、このようにですねコントロールセンター見ると出てきました。おお、これ見てください。上がねこれ副回線ギグスカイのやつ LTE って出てて、で主回線はねこれ日本のドコモと、まあ、提携している、まあ、ローミングのね状態で、まあ、これデータ通信はオフにしてますけども、2つ出るという感じでね、感動のね瞬間でしたよね。で設定の画面がねどうなってるのかをちょっとねチェックしてみます。でモバイル通信のねところからね見るとね、こんな感じでねプランが2つ入ってるのがねわかると思いますけども、でまあこれね、自分の日本の番号と今回のギグスカイということでね、ギグスカイの方はねこんな状態になっておりますね。でこれ日本の番号の方もねこんな感じになっているということでね、まあ、これそれぞれねオンオフにはね後でも切り替えができるというね感じになっているんですね。でこのここを押すとね、こういった画面にもねなりまして、でまあこれオンオフというかね、モバイルデータ通信どれを使うかを、まあ、この切り替えられるほかですね、まあ、この切り替えを自動にすることもできるんですよね。まあ、ただ今はねローミング状態なんでね、これ切り替えオンにしちゃうと、まあ、課金されるね可能性があるんでね、ドコモが、まあ、これはオフにしといた方がいいでしょうね。それでまあこのようにね、まあ、使った量も確認できるようになっています。で、試しにですねこれアップルのホームページ読んだんですけど、ところがね残念なことになんかねうまくいかないんですね。で日本の回線を、ね、オフにしてね、開通してるかどうかをね、まあ、一旦確認しようということでね、この真ん中の下の方、副回線はオン、日本の回線はオフにした状態で、でもう一回ねこれホームページ読んでみるとですね、まあ、そうするとねこの状態だとねあの通信してんですよね。だからまあ開通は問題ないということでね、で日本の回線をねオンに戻してみると、まあ、これ今下がね主回線オン副回線もオンでね、ところがねオンに戻しちゃうと読み込めないんですよね。それでねふとね思ったんですが、まあ、たまにああいうグローバル系のね業者さんっていうのはなんかローミングをオンにしないとね通信しない場合があったりします。でまあそんなんでねこれオンにして、試しにですねこの主回線オン副回線オンで、まあ、同じようにですね読み込みをするとですね、これがねなんとね読み込み可能になったんでね、なんかね、ローミングオンにしたらできるようになったんですよね。ただまあちょっとほらデータローミングって怖いじゃないですか、日本の回線のねやっぱあのローミングって高いですから。それでね、ただこれ確認する限りはね、まあこれ副回線になってるし、まあ、切り替え自動切り替えもねオフになってるんでね、まあ、大丈夫だと思うんですけどね、まあ、ただねおっかないんでオフに戻してみてね、もう一回挑戦してみるとですね、まあ、主回線オン副回線オンで読み込みをすると、これがねなんかねうまくいっちゃったんですよね。でこれちょっとねあのキャッシュに残ってたやつだとまずいんでね、新しく別のページを読み込むとこれもできたんでね問題なかったですね。
で後で確認しましたが、まあ、ドコモの回線には、ね、課金されてることはなかったんでね、その大丈夫だと思いますね。ただまあね、これ少しね時間を経ってね待てばねそのまま使えたかもしれないんですけど、まあローミングに1回オンにしたことでですね、まあ何かね、いい方に働いて開通した可能性もあるというね感じですよね。で、速度の方ね測ってみます。まあこれもですねスピードテストのアプリで、まあオート設定でね、やっていますけどもね、まあ、ところがねギグスカイはねやっぱり私、Apple SIM でね、過去にね、使ったことあるんですけど、やっぱそんな速くないんですよね。まあ、せいぜいダウンロードがね、11ぐらいしか出ないということで、で、アップロードの方はですね、これはまあまあなんですが、まあそれでもね、17とかね、そういう感じなんですよね。だまあ、あんまりこう、お値段の割にはね、速くないんですね。で、気になるテザリングはできるんでしょうか。左側の MAX の回線を使ってこの iPhone X をですねつないで読み込むとですね、テザリング状態でも問題なくね通信ができました。はい、それでデュアル SIM なので、まあ、データ通信はね、さっき契約した eSIM のをね使うとして、で日本のねドコモの回線は着信は可能です。でこれ現地のね SIM を入れた iPhone X からね発信していますけどもね、まあ、日本の番号をドコモにかけていますと、まあ、ちゃんとですねこれ着信通話などがね可能になっているわけですよね。まあ、こういったところはね便利になっています。であといいなと思ったのが連絡先のところでですね、まあ、その相手との、まあ、使う回線をね選べるんですよね。これ結構ね便利になっています。はい、こちらシンガポールでですね iPhone XS Max の eSIM を使ったデュアル SIM をですね試してみましたけども、まあ、唯一ね対応していた会社がですねプリペイドプランが非サポートというねことでですね、まあ、残念ながらねグローバル業者のギグスカイをね使うことになりました。まあ、日本のアップアカウントでもね使えたんですけども、まあ、ただやっぱりねギグスカイはねちょっとね割高で低速っていうのもありましてね、まあ、この現時点ではね、まあ現地の SIM の方が、まあ、これね早くて安いというね感じの、まあ、状態でしたね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。